なんと、フォローしてみようと思うんだ。なわけねえだろ。それでは、始めていきます。なんだったかね。さあ、やっていこうかな。今日も、5でいいかな。男子か。こう、なんだ？パンチボタンでこれをやって、でかキックでこうね。そう、全然効かないもん、ほら。あ、あ、ちょっと待てよ。今わかったかもわかんない。やっぱ違うのか。やばい。負けるかっちゅうに。負けるかっちゅうに。あぶね。あ、なんかね、今日は、通勤で、あー、でも一緒か。通勤で見てる人のことを思ってなんか、撮ろうと思ったけど、でどうやってやるんだって、みたいな。別にどこからどこに乗ってるかわかんない。不特定多数のね、人が見るんだから。一人はいるよね、なんかね。そういう風に人のために撮ろうかなと思ったんだけど、そう、どうやったら撮ったらいいかわかんなくなったから、そう、どっからどこが乗ってるかわかんないし、結構そう、今日はそういう趣旨で撮ろうかなと思ったけど、もう無理だね。おっしゃ、一匹。一応尺はね、5匹の尺だもんね。はあ、あとね、なんだろうな。YouTube の話でいくか。あと、私がこう編集でね、いや、なんだ？あ、ちょっと待って。あ、やっぱ違うか。なんか分かってないんだよ、やっぱり。なんだこれ。あ、そうそう、私が編集でね、字幕をつけたらすごいことになるだろうなと思って。自分はこれ何言ってるか分かんないからね。たまに聞くけど。あれ、これ何言ってるんだろう。あんま気にしないで聞いてもらいたいよね。もうただね、喋ってるだけだからな。俺も何言ってるか分かんないから。だからもし編集依頼してる人って、あ、ここ、すいません。なんて言ってるんですかね、ちょっと分かんないですけど、とか言って言われるんだろうな。俺も分かんない。なんかさ、テレビでも、たまに字幕つけた人の聞いてるのが聞き間違えてる時も、たまにあるよね。だからそこら辺は自分で編集しないと、やっぱり、バーナーか。意味ないんだよな、結構。ちょっとこっちの方が、あれがないかもわかんないな。あー、扇風剣。しょうがないか、泳いで。あー、これ全然効かないもんだって。あー、でもやっぱり、すげえ。あー、やっぱりね、難易度マックスってやっぱ強いわ。強い強い。全然収録してないんだな。全然当たんねん。うわ、あべ。これ全部パンチボタンで、間に合うんだよ、これ。これやっぱバグだよな。倒れてる時は防御も何もできないっていうのはバグだよな。
これだから何もしなかったんだろうな、調整を。バグっていうか、バグっていうか、あれを、たまたま、スト2とか連続攻撃のキャンセル技とか、たまたまできたんだけどさ、まあ、そういうたまたまできて面白いっていうのもあるけど、まあ、こう、なんていうの、こう、あれができないっていうのはな、あ、なんか、なんかね、その前まで出そうとしてたやり方が違うかもわかんない。あら、なんか結構出てるでしょ、多分違うと思うよ。なんか、まあ、それしょうがないよな。こうやって技を出しましたなしに自分で編み出してるっていうわけだから。あと今日はなんか喋ることあったかな。特にないね。別に話す、そこまでなんかずっとアナウンサーみたいな話す必要ないんだけどな。あ、次のね、次のゲームっていうのが、まあ確かにもう決まってるんだけど、もうすぐだよね。早く死ねよ。もうすぐだね。まだ言えないんだけど。あ、それにね、なんかさ、俺、ファミコン格闘ゲーム系になったじゃん。ファミコン格闘ゲームプレイヤーで、まさかのさ、ストリートファイザー5でさ、なんなのあれは。そのなんであんだけさ、爆発的に、俺からしたら爆発的に視聴率が取れて、なんか意味わかんないんだけど、別に普通だよね。死ね。別に普通なんだけどさ、なんであんな視聴率出たのかなと。あれ、そのストリートファイター5でなんか爆発的に火がついて、あれなんなんでしょう。なんかどこが面白いかとかね、あのゲームで私の動画見た人はちょっとなんでそんな面白いか、ちょっとコメントをくださいって言ってもくれないわな。マリオの時も散々さ、マリオの時散々言ってたからね、俺くれないんだよ。何したとどのあれしてるんだよ。必殺技の掛け合いじゃないか。さすがに向こうはすごいね。必殺技どんどんやってくる。これ操作がいいよ、めっちゃ。あ、やっぱ違うわ。俺の思ってたやつと違う。特に話すことないかな、特許は。ネタ切れ。まあ、YouTube よく似てますよっていうことぐらいですね。ニコ動なんか本見ないよ。だから俺の動画見る人って、なんなんだろうねと思う。なんなんだぜ、この説明。ね、まあ、見ていただいてるわけだけど。だからどういう人がいるのかわかんないよね。でもなんか、あ、ニコ動でジムインジーっていう人が、あれ、ニコ動画で、もう、やばい、死
人じゃん。これやばいよ。これ死んでやり直しだぜ。ちょっと待てよ。やばいな、これ。やばいやばい。どうしよう。やべえ。どうしようかな。やべえ。これ死んでやり直しじゃん。やべえな。あ、いいこと思いついた。ここで終わるわ、今日。ここで終わります。ここで終わらないと、これで死んだら終わりじゃん、俺。なんで、今日ちょっとここで終わりますね。以上です。終わります。